baby now、mm. Let me warm you up baby please。 皆さんこんにちは、葵です。はーい、今日はもうすぐバレンタインということで、じゃじゃん、バレンタインの材料を買ってきました。でですね、ちょっと前にインスタのストーリーの質問ボックスで恋バナをしようって、もうバレンタインにつなんで恋のお話をね、みんなと、したいなと思って募集しました。今日はそのことについてお話ししながら、クマチョコマフィンを作っていきたいと思います。じゃあ早速アウターを脱いで髪を結んで準備をしていきたいと思います。ということで準備が整いました。こんな感じで材料を並べてみました。で、今回はクマさんマフィン、インスタとかでもねすごい大人気で、友チョコであげてもすごい可愛いって喜ばれそうな、マフィンを作っていきたいと思います。私はね撮影チームがあるんですけど、撮影チームはすごいメンズが多いので、その人たちに日頃ありがとうっていう感謝の気持ちを込めて作っていきたいと思います。で結構人数が多いので今回は多めに作れる材料を用意しました。で今ネットで調べてホットケーキミックスでやるのが簡単だよっていうことだったので、ホットケーキミックスでできるマフィンを作っていきたいと思います。でここに書いてある材料は6個分だったんですけど、その倍欲しかったので12個分今ここにあります。なので半分の量でいい方は自分で半分の量で、作ってみてください。去年は、チーズケーキを作ったので概要欄に貼っておきますので、そちらもよかったらぜひ見てみて、チーズケーキも作ってみてください。みんなねどんなバレンタイン作るんでしょうか。はい、でちょっと材料の紹介だけしていきたいと思います。今日は恋愛トークをしながらやっていこうと思うので、早速それを話しながら作っていきたいと思います。まずはね下準備でココアパウダーを大さじ4杯入れます。でそこに砂糖を混ぜていきたいと思います。今こんな感じで大さじ4杯入れました。で砂糖をもともとね 60g 用意してるんですけど、そのうちの少しを混ぜ合わせるみたいで、なんかペーストを作るみたいなので、ちょっと他のがちょっと入れました。こんな感じで混ぜ合わせて、バターかサラダ油を大さじ2ってことだったんですけど、私はちょっと溶かしバターの方がコクが出そうなのでバターを用意しました。でこれをちょっと混ぜ合わせていきますね。ちょっとほんまにあるだけでいいかな。確認して2倍の量を作っているので、このレシピとはね逆なのよ。だからものすごく頭使う。ちょっと恋愛トークをみんなとしたいんやけど、それに進む前にこういうのでさ、フルーツ飴とかさちょっと失敗したやんか。だからもう失敗しちゃいかんと思っているので、一回その下準備までやらせて。こんな感じで、で、牛乳をですね大さじ2杯入れるって書いてあるから倍の4杯入れます。1、2、ちょっと2杯で一回止めよう。混ぜるわ。よし、お菓子作りってちょっと難しいやん。愛情を込めておけば大丈夫精神でやってないけど。もう2杯入れます。チャラチャ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 ラチャ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 、こんな感じちゃうかな。はい、今こんな感じでココアペーストができました。違うボウルに卵と牛乳と砂糖を加えます。恋愛トークにね進むまでにちょっとめちゃくちゃ時間がかかってますが、ちょっと待ってちょうだい。ちょっと卵混ぜます。ねクマチョコマフィンをね作るっていう人もいた。ただ生チョコとかクッキーとかいたな。みんな何作るんやろうと思って見てたけど、牛乳入れます。で今こんな感じで混ぜられたので、ちょっと余熱の準備をしてます。ホットケーキミックスを入れていきますね。じゃああとは混ぜるだけで、肩に流し入れて焼くって感じですね。これちょっとずつ入れないとあかんかな。いけるかな。でもこれ一袋目ちょっと全部入れちゃう。
じゃあ今これちょっとホットケーキミックスが混ざったので、さっき作ったココアペーストを溶かしていきます。ちょっと半分入れますね。で、馴染むまで混ぜます。今こんな感じでココアペーストが混ざったので、めっちゃいい感じ、そう良さそうじゃないですか。はい、今たっぷり困っております。そしたら、カップの中に入れていきたいと思います。こんな感じでちょっとカップを並べていきますね。じゃあちょっとこれを半分ちょい上くらい、今写真で見ると入ってるので入れていきますね。じゃあちょっと質問に答えながら、遠距離の彼が来てくれます。葵ちゃんのメイクを真似しておめかしして楽しみます。おー嬉しい、楽しんできてください。おめかししていいな。だからなんかさ、女の子はそういうイベントとか好きやんか、テンション上がるよね、そういうの大事よ。初デートで映画を行った時、ずっと映画中手をつないでてめっちゃキュンキュンしてた。やって、いいな。映画館ってなんかドキッとするよな、あの暗い感じドキッとするね、多分そういう感じちゃう、暗いからドキッとするかな。なんかニヤニヤしちゃうな。ちょっとゴムベラでやる。これうまく焼けへんかったらどうしよう。このオーブンがね、すっすごい早く温まるのと、余熱でもうなんかすごいもう怖い音するから一回止めたんで、今100度ぐらいから180度になるまでちょっと待ちたいと思います。はい、じゃあ今あのオーブンで焼いている間にちょっと恋愛トークをねさらにしていきたいと思います。ちょっとポンちゃんの、じゃあちょっと質問の続きに行きたいと思います。男の人に求めるのは顔か性格何対何ですか。顔3、4、性格6、7かな。顔が全てじゃないから、顔がめちゃくちゃタイプのイケメンじゃなくても全然いい、性格がすっごい合えばいいんだけど、やっぱり彼氏をかっこいいって思えるのも大切やなっていうのに気づいたから、タイプにはあることは越したことがないけど、でもやっぱり長くいたいなって思うから、やっぱり性格かなが合う方がいい。夢に出てきた人が好きになりそうです。え、どういう意味。でも夢に出てくるってことはさ、やっぱりさ、それだけ寝る前に考えてるから夢に出てくるわけやから、好きなんじゃない。え、職場に日中持ち込んでも夜までセーフな手作りお菓子って何だと思いますか。悩んでます。チョコレート系やとなんか溶けちゃう心配とかありそうやから、私はクッキーか、あのスイートポテトとかどうですか。甘いものが苦手な人に手作りをする場合、葵ちゃんなら 何を作りますか。参考までに教えてください。さっきも言った通りスイートポテトとかどうですか。あとはね、チーズケーキとかそういうの作ります。なんか甘いものが苦手な人って生クリームがダメとかチョコレートがダメとか、まあ、私はそうなんですけど、だからそういう人にそういう感じであげてました。5年目の彼とこの前久しぶりに手をつないでドキドキしました。葵ちゃんはどんな時にドキドキしますか。なんか例えば、まあ、彼氏とかでこう長く付き合ってます、じゃあやっぱそういうマンネリ化とかしちゃうと思うのね。でも急にちゃんとなんか褒めてくれたりすると、おみたいな、なんかちょっと久しぶりにそんなん言われたみたいな、やはりこう好きな人から褒められるのってやっぱそれは嬉しいと思うので、あの言ってあげてね、彼氏さん彼女に可愛いねとか、今日なんかちょっと違うよねとか、女の子はそういうのキュンキュンすると思います。彼氏がホワイトデーを忘れたら私の機嫌が悪くなると思うので渡さないです。確かになんか女の子はさ、バレンタインや、あ、渡さないとって思うけど、男の子って意外とさ、なんかホワイトで、うわ、何渡そうみたいなのになって忘れちゃうこと多い気がする。私の周りの男友達も何あげたらいいって相談される。葵ちゃんにとって彼女にしたくなるような魅力的な女性のポイントを知りたいです。なんか気配りができる人がいいかも。気が利く人、なんか例えば、なんかみんなです一緒にたくさんの人と遊んでます、なんかこう率先して
洗い物を例えばしてくれてたりとか、ふとした時とかに肩こうパパってやってくれたりとかっていうところってすごくこう大切なポイントというか、なんかなって思うから、なんかそういうことが何も言わずに自然とできる人はなんかすごい、もし私が男の人やったら目がいっちゃうかも。なんかこの人すごいそういうところが自然と出てる、いいな、素敵やなって思ったりとか、あとはなんかこう挨拶がちゃんとできる人がいいかな。10歳以上年上の彼氏は葵ちゃんはあり？なんかこういてその年の差を感じない感じやったら OK かな。こう一緒に楽しむ時は気持ちが若くて、でもいざとなった時に頼れるなって思える人やったら OK です。焼けてそう、ちょっと元気して、つかないから焼けました。でもなんかちょっとここに落ちてるの味見したんやけど、いけそう。なんか見てー、もうどないなってそんなんなったみたいなぐらい、こうこんな感じになってるやつもあるし、これクマつけたやつ、なんかいけそう。まあなんとかなるでしょうっていう感じなので、切り目を入れてクッキーをちょっとプスッと入れていきたいと思います。あったかいうちにちょっと切れ目を入れて、あね、後からこれがもともと入れてたのね、もともと入れる方がいいかも。こう難しい、こう無理やり今ちょっと押し込んでるけど、これも見て、これよバージョン、ちょっとぶさかわなクマちゃんになっちゃいそうですが、こう入れるしかないので入れていきます。じゃーん、こんな感じでクマちゃんが着きそうです。まあ刺すのが一番難しいけど、まあ、皮をかけばなんとなくそういう感じになるでしょうって信じてるんだけど、大丈夫かな。じゃあクママフィン、クママフィン、ま、クマクママフィンの顔を描いていきます。とりあえずこうやって白いやつと目になりそうな図を描く。今こんな感じで白いペンでこの鼻の部分と目の部分を描きました。でなんか目は茶色で描いてもいいかなって思うから描いてないと思います。この上に黒目を足していくんですけど、まだちょっと乾いてないっぽいからちょっと待ちたいと思います。その間に洗い物とかしちゃうね。じゃあこのチョコで顔を足していきます。 Suddenly the traffic stopped Well, it's a jam and I'm stuck. じゃじゃじゃーん、完成しました。見て、ちょっと顔が個性豊かすぎね。顔描くほんまに難しいから、インスタでなんかこう可愛いって思う顔を見つけてた方がいい。でもまあ言い訳していいですか、クッキーの部分がなかったからちょっと難しかったのと、あとねこれねちょっとミスったなと思ったのが、目の距離がこの白い部分よりもちょっと近い方がいいわ。なんか離れて描いてたからさって感じ。でもまあ成功じゃないっていう感じなので満足。これ見て、ちょっと中が割れちゃったやつを食べたいと思います。じゃあいただきます。うん、なんかチョコ好きな人やったらこの中にチョコチップとかね入れてもいいと思うな。うん、あ、そんなに甘くない。なんかめっちゃ甘いものが好きな人はちょっと甘さが足りないかもしれないから、やっぱチョコチップ入れたりとかしてもいいかも。うん、でもちゃんとふわふわやし成功してる。中もくまちゃんの顔がちょっと残念なことになってしまいましたが、バレンタイン企画はどうでしたでしょうか。無事失敗せず成功した。フルーツ飴とは違ってスムーズにできたので良かったと思います。ただ
オーブンのねちょっと問題でなんかもうこんな感じで流れてるやつもあったんですけど、まあそれも一つの個性のクマちゃんということで顔を描けば大丈夫だと思います。ただやっぱり目の白い部分と口の白い部分はくっつけて描くことをおすすめします。ぜひ友達同士の友チョコ交換だったりとか好きな人に渡すだったりとか自分のご褒美でちょっとバレンタインになんか可愛いものを作ってみようって方よかったら参考にしてみてください。混ぜて焼くだけなのでそんなに難しくないと思います。はい、恋バナトークなんですけど、たくさん本当にいっぱいね送ってくれたのでもう私は見ながらキュンキュンしたんですけど今日は全部ちょっと紹介することができなかったのでまたそういう恋バナトークをした、何か動画を撮ろうかなと思ってますのでその時にまたあの質問から、回答したりだったりとか新たに募集したいと思います。その時はね多分もうバレンタインも終わってると思うのでバレンタインどうだったかとかの報告を待っております。よかったら参考にしてみてください。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。